どうもあいたろうチャンネルのあいたろうとみほたんです。はい、ということでですね、シューズといったらアシックスということでね、今回もまたまたアシックスさんのシューズを履いてやっていくわけなんですけれども、あの前回にね、まあ、何度かアシックスさんのねシューズを履いてプレイさせてもらったんですけれども、実際アシックスのシューズって何種類あるのとか、どんなタイプがあるのってね、あんま説明できてないと思うんですよ、僕。なんで今回せっかくねアシックスさん靴シューズがいいので、みんなにも知ってもらおうかなっていうことで、これを機にちょっとあのどういうタイプがあるのかっていうのをまあざっくりね説明していきたいと思います。準備はいいですか？はい、ということでアシックスさんの靴にはですね3タイプありまして、まあ、スピードタイプ、おーいいね、スタビリティタイプ、なんだろう、スピード&スタビリティタイプっていうものがあります。両方こちらのスピードタイプっていうのがコートをね駆け回ったり、まあ、一歩目が速くなったりとか走り回れるようなすごい適したシューズになっております。でスタビリティタイプっていうのが、まあ、後ろでねカッチシもストロークを打ちたい方、バンバンそう、まあ、ベースラインでねもうグッて構えてね踏ん張って打ちたいっていう方に向いているシューズです。でこのスピード&スタビリティタイプっていうのがいいところをね取ったようなシューズになってまして、なんとこちらのシューズとかはですね今あの船水プロとか上松くんが今履いているということで、ということで、まあ、今話題になっているということで、だから最近もアシックスのシューズが熱いんですよね。プロが履いてるんです、ね、そうね、プロが履いてるからね、はい、で今回私たちが履くのがバラン、こちらソリューションスピード FF2OC になります。はい、こちらはですねスピードタイプ、うん、走り回っちゃいます。走り回ってください、はい、僕にぴったしでございます。やっぱシングルスとかもやるんで、そうね、ダブルゼーンもやるんで、こちらでコートを駆け回りたいということで、こちらを履いて今日はプレイしていきたいと思います。まあ、またねちょっとこの後このシューズの感想とかを言いつつ、まあ、他にもねアシックスさんってこんな靴あるんだよっていうのをちょっと今日持ってきてもらいましたので、こちらも紹介できたらなと思います。まあ、ぜひぜひこの動画をね皆さんあの買う時の参考にしていただければと思うのでよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー、あゆたろうチャンネル。はい、ということで今からねソリューションスピード FF2OC を実際に履いてプレイしていくんですけれども、まあ今日は何をやるかって言いますと、パーセンテージを決めてちょっと打っていきたいなと思います、うん、っていうのは例えばじゃああえたら 20% だったらこんぐらいの打球、 50% だったらこんぐらいの打球、 70%、 100% っていう打球の違いをね見てもらおうかなって思います。ということで最初 20% の力で打っていきます。はい、次 50% の力で打っていきます。はい、次 70% の力で打っていきます。だいたい 60% から 70% ぐらいが結構試合で打つねあの実戦球に近いのでよく見ててください。はい、続きまして 100% で打っていきます。こちらの 100% っていうのはですね、まあ、なかなか打つことはないんですけど、まあ、割り切ってね全員アタック行ったりだとか、まあ、そういった時に使うので、あの思いっきり打っていきたいと思います。あゆたろうチャンネル。今回このシューズの、まあ、特徴を生かそうということで、ね、こう滑ってギリギリの球を取って戻りの速さというものをちょっとね実証していきたいと思います。久々にね前のダッシュしたんですけど、すごい戻り早いですね。反発するんでこれグーって踏み込んで滑った後にも素早く戻れるっていう良さがあるので、まあ、見ても分かるように結構スムーズに前のボール処理できてたと思うんで、結構ギリギリのボールだけどしかも取れてたんで、あのすごいいいと思います。あゆたろうチャンネル。
今日はですね、アシックスさんのいろんなもうこのタイプ以外のものも持ってきてもらいましたので少し紹介したいと思います。今こちら履きましたのがスピードタイプ。最初に言ったようにコートをね走り回ったりとか、結構この世の中ね最近何でもできなきゃいけないので、ダブル前やったりシングルスやったりコート中を駆け回るぞっていう方はこちらスピードタイプがすごいおすすめだと思います。はい、続きましてこちら、こちらがねちょっと似てるんですけど、こちらはスタビリティタイプ。ベースラインでガツガツストローク打ちたいとか踏ん張っていい球を打ちたいとかね、安定性もねあってね非常にいい靴なので、ぜひね後ろでガッツリ打ちたい方はおすすめでございます。はい、で最後にこちらドン、スピード&スタビリティタイプ。まあさっきのスピードタイプとスタビリティタイプのいいところを取ったような靴になっております。こちらがねさっき言ったように船水プロ上松選手が使っているということで、だからもう本当人それぞれなんですよね。どっちに特化させるのか、両方くっつけたところがいいのかっていう、その人それぞれそのタイプがあるから、ラケットってそうじゃん、その球持ちがいいのか弾きがいいのかとか、そういった点でシューズ選びもいろいろ選ぶところがあるので、ぜひぜひ皆さん検討してみてください。こちらのシューズの特徴が何個かありまして、表面がこう柔らかくて履きやすいんですが、丈夫という、柔らかくて丈夫って何ってなると思うんですけど、そういう、もう技術が詰まれてるもう靴なので、本当だからこの柔らかくて履きやすいしなおかつ丈夫なので、それが特徴です、このシューズ。こちらですね、このかっこいいシュッてなってるやつはツイストラスと言いまして、ねじれすぎない。こちらがねこうあまりにもグニャグニャねじれてしまうと、ここね横に動いた時とか切り返しの時にね安定しないっていうことで、こちらのこのツイストラスというものがありますと、このねじれすぎないので、より安定する、で切り返しも早く戻れるっていう効果があります。こちらがこのシューズの特徴です。はい、ということでですね、アシックスさんのシューズを履かせていただいて、僕の、20% はこんぐらいの速さだよ、 50% はこんぐらいの力で打ってるんだよ、 100% だとこんぐらいね踏み込んで打ってるんだよっていうのがね分かっていただいたと思うんですけども、結構トップ打ちとか前に行くことがグッて踏み込むことが大きいので、その一歩目がねすごいスムーズに動けた感じです。あとねシューズ選びっていうのは先ほども言ったようにすごい大事になってくるので、そこの辺はおろそかにしないで、安ければいいとか高ければいいってもんではないんですが、自分の、パフォーマンス力を上げてもらう、一つの武器というかね、自分に合った武器を探すっていうのも一つの技というかね、あれなので、ぜひお母さんお父さんに相談してみてください。ということで今日の動画終わりたいと思います。この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く、怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く、怖くても大丈夫、僕らはもう一人じゃない。魔法をいつか解けると僕らは知ってる、月が咲いて太陽が今枯れた。